そういうことは、今までみんなそうして生きてきた。強い鬼は何をしてもいいのよ！なあ、虫キャラ、ボンクラ、どうする？弱い弱いボロボロのみっともねえ人間の体で俺の首を切ってみろ！さあ、さあ、さあ！先生はな、すごい人なんだ。じいちゃんなんて慣れ慣れしく呼ぶんじゃねえ！我を拝め。あれ？名前で呼び捨てにしてんじゃねえ！お前らの能力を使う。それは一般的な筋力鍛錬だ！そうか。術式展開、破壊殺羅針！鬼にならないなら殺す。なぜだろうな。死んでくれ、教授郎。若く強いまま。今はもうない心臓が、脈打つような気さえる。これが、恋というやつかな？かわいいね、忍ちゃん。どうしたどうした、かわいそうに。俺は優しいから、放っておけないぜ。計画はあるのか？だから無駄だっつったんだ。結局こうなんの目に見えてただろうが、あんたらがいくら頑張ったって俺らは生き残れない。300年経った世界の友人よ、お前の名を聞かせてくれ。この剣に刻んである言葉を捧げよう。